日立海浜公園のネモフィラの一生。日立海浜公園のネモフィラを秋から春にかけて撮ってみました。見晴らしの丘を真っ赤に染めていたコキアは11月初めにすべて抜き取られました。11月中旬、来年の春に向けてネモフィラの種まきが始まります。まず20センチ間隔で溝を掘っていきます。その溝に沿ってネモフィラの種をまいていきます。ネモフィラは種をまいてから2週間ほどで芽を出し始めます。ネモフィラの見ごろに合わせて種をまいた菜の花も芽を出し始めました。12月中旬からは冬の寒さからネモフィラを守るため霜よけシートをかけていきます。シートが風で飛ばされないよう金具で留めていきます。霜よけシートは見晴らしの丘全体に1ヶ月かけて貼っていきます。霜よけシートに守られてネモフィラはすくすくと成長しています。菜の花も霜よけシートで守られていますが、こちらは背が高いのでつっかえ棒で高くしています。冬の真っ青な空と霜よけシートの白とのコントラストが美しいです。霜よけシートの撤去が始まりました。例年では2月初めからですが、この年は種まきを早めたため生育が早く1月中旬の撤去開始となりました。霜よけシートの撤去は生育状態を見ながら行っていきます。草取りが始まりました。草取りはネモフィラが見ごろを迎えるまで何回も行われます。ネモフィラの種が雨で流されたりして育っていない場所には
苗を植えていきます。3月初め、気の早いネモフィラは花を咲かせ始めました。3月中旬、だいぶ咲き始めました。3月下旬、だいぶ賑やかになってきました。ネモフィラと見ごろを合わせて種をまいた菜の花も咲き始めました。ネモフィラは見ごろを迎えました。今年もたくさんの人を楽しませてくれています。日立海浜公園のスタッフの皆さん、ご苦労様でした。